こんにちは。花クラブの宮川です。今回はラウンドブーケのご紹介です。花材3種で作りました。今回のおすすめポイントは大きく3点。1、入手しやすいグリーンのご紹介。2、初級編ラウンドブーケの組み方。3、誰でもできる簡単ラッピング。花材を3種に絞って、初めて3でも作りやすくしてみましたので、ぜひ最後までご覧ください。ラナンキュラスです。下の方の葉っぱは外しておきます。で、かなり上についてる葉っぱは残しててもいいんですけど、かなり上っていうのはこう、鼻下を握った時に手の中に入る程度ですね。はあってもいいんですが、初めての方はもう全部取っといてもらったらいいですね。で、外す時に、下にこう引っ張ってください。下に。横にすると茎を傷めたりする可能性もあるので、下に引っ張って外していきます。今回は10本使います。かすみ草です。横枝でまず外していきます。ラナンキュラスが目安になりますね。この横枝のトップから見てもらって、ラナンキュラス以上の長さがある場合はこう横枝で外していってもらったら OK です。ちょっと折れてるところがあるので切っときますね。下からこうパツ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 とこう外してきたわけですが、で、ここまでなったら今度上から見ていきます。花のトップのところにお花出ますね。で、これだったらちょっと短くなるんですが、ここで切ります。この横枝の上ですね。トップから大体のラナンキュラスの長さのところで外しておきます。で、横枝で外した枝の葉っぱを取っておきますね。初心者さんは全長お花が20から25センチ、グリーンが25から30センチ程度あれば OK です。今度はね、下に引くとかすみ草の場合、ここ折っちゃうかもしれないので、今度は上に引っ張って、それかハサミで切ってもらうようにします。ヒバです。今回のおすすめのグリーンがヒバになります。ブルームコース、通信のコースやってて、よくあるのが、花材がないっていうことですね。コメントがよく入ります。花材がなんか思ったようなのがなくってっていう。ヒバは結構置いてるお店が多いと思います。お店によくあるグリーンとしては、ドラセナ、ユーカリ。で、レザーファンが置いてる店と置いてない店と分かれるかもしれないですが、で、ひょっとしたらレザーよりヒバを置いてる店の方が多いかもしれませんね。一旦横枝であんま太いと作りにくいので、一旦横枝で外します。で、これ短すぎるので、今度、こう、長い横枝のところを外していきますね。で、ヒバ買うときにこんな感じで、できるだけ横枝がついてるものを買ってください。たまにシューとこう、一本だけ横枝がないっていうのもあるので、ちゃんと横枝が何本かこう、取れるものを、買ってください。大体の横枝を外しました。ちなみに、今回2本使う予定ですが、長さがだいたい65から70センチっていう感じです。で、またさらにこう、横枝取った中でも、さらにこう枝が分かれてますね。で、これを分けていきます。基本的に長い横枝を切ってしまいます。長い横枝の方を、これが一番長いですね。長い横枝を外します。で、これとこれだったらこっちが長いですね。長い横枝を外します。で、他の横枝は少し短めですね。30センチないものですが、これの場合は真ん中から下の枝を取っておきます。極力この枝が、葉っぱがついてない枝が短くても13センチは欲しいかなという感じです。これだともう下の方で割れてるので、ここで横枝で切ってしまいます。
こういうのの場合は下に引きますね。下に引いて葉っぱ取ります。そしたら、こう、本体軸のまっすぐに残ってるものですね。で、これの場合は上から30センチなんですけど、このまま上残してもらっても大丈夫ですし、上になるとシュッと細くなりすぎるので、ボリュームがある方が良ければ、こんな感じで上の方を外します。そうすると、こう、ボリュームがあるところがトップに来るっていう感じですね。同じようにもう一本も外しておきます。これで全部の掃除が終わりました。ラナンキュラスが10本。カスミソウが1本。ヒバが2本分ですね。で、下の方のもう、太いところ。こっちはもう使いません。まずはラナンキュラスからです。3本を同じ高さでまっすぐに握ります。寝せ気味にしてもらって、お花とお花の間にほぼ同じような高さでお花あてがいます。そしたら手をくっつけてくるっと回して今入れたお花のお隣に当てます。くるっと回して、今入れたお花の隣に当てます。お花に大小があるようでしたら、大きいのちっちゃいの混ぜながら当てていきますね。手をくっつけてくるっと回して、今入れたののお隣ですね。手をくっつけてくるっと回して、今入れたののお隣ですね。同じ要領で、お隣と入れていきます。で、上から見て、丸っぽくなるように調節をします。お花が動く可能性があるので、ちゃんと高さの調節や位置の調節ができたら、テープでも まとめてしまいましょう。で、先にテープ、外して、机などに貼っといてもらったらいいですね。で、親指をこうしてもらって、ピタッとテープくっつけます。テープくっつけたら、ぐっと引っ張りながら巻きます。で、そうすると、もう固定されたので、もう動かなくなりますね。手を離しても大丈夫です。で、作っていきやすいかなと思います。で、チューリンでぐるっと丸いのができました。で、ここまでも大変お花が動いてできないっていう方は、三輪のところでテープ巻いてもらって、で、その外回りですね。で、またもう一回巻いてもらって。それでも大変な人は三輪のところでテープ巻いて、半分できたらテープ巻いて、半分できたらテープ巻いてってしてもらったらいいですね。そしたら次にカスミソウですね。寄せてきた方が作っていきやすいかなと思うので、ぐーっとこう横枝を中心に寄せてきますね。寄せて持ってきてもらって、花と花の間にですね、当てていきます。だいたい同じ程度か若干出るぐらいかなと思います。キューッと細くしていってもらって、今入れたのもお隣ですね。お隣に当てていきます。くるっと回して、キューッと閉じて、今入れたののお隣ですね。幅が広いのは結構広範囲に当たってくれると思います。ここからここまでですね。で、くるっと回して、くっつけてきて、これちょっと長いので切らないといけないかな、ですね。バンディングポイントより下に来る横枝は外しちゃいます。で、同じ要領でキューッと寄せてきて、当てます。バンディングポイントより下に来るものは外して、寄せてきて、親指開けて、お花当てて、親指で押さえます。
残ってる霞草を上から見て、ここ隙間があるなーっていうところに当てていきます。隙間がある方に残りを当てていきますね。くるっと回して、もし横枝が強くってこう寄せてきた時に、ここにこう、なんか膨らみができちゃう場合は、寄せてこない方がいいです。広げてもらって、そのまま当てがいますね。広げたまんまの状態で当てがってもらいます。茎が硬いものをギュッと寄せてくると、ペキッと折れたりとかするので、硬い場合はそのままこう、広げて当ててもらったら OK です。柔らかいものを寄せてきてもらったらいいですね。で、上から見て、だいたい同じぐらい。これも、全く一緒にはならないので、だいたいで OK です。あんまり長すぎるとやりにくいので、適当に粗切りをしておきます。ここでまたテープで留めておいたらいいですね。ピタッと当てて、引っ張って、変なところにテープがつかないように、ぐっと引っ張って、巻いてしまいます。そしたら今度その外側ですね、にクリーンを当てていきます。で、どうしてもある程度のこの、ボリュームの差っていうのがあると思うので、それをこのグリーンで解消していきます。ボリュームが足らない方にグリーンのボリュームがあるところを持ってくるわけですね。グリーンは若干長め。少しお花よりも長くなるように当てていきます。手をくっつけてくるっと回しますね。で、グリーンの方も長い短いあると思うので、長すぎる場合は、下を外すか上を切るかして、だいたい揃えていきます。くるっと回して、親指開けて、グリーン当てて、親指で押さえて握ります。斜めに当てていきますね。左上から右下に流れます。で、裏表があるので、表側がお花に当たる方です。で、また上から見て、ボリュームが足らない方に残ってるグリーンを足していきます。こんな感じで取り巻けました。太くなるとテープも貼りやすいですね。茎が細いうちはちょっと難しいかなと思います。引っ張って巻きます。ヒバの短いところもあるので、一握りと指3本程度で切っちゃいましょう。一握りと指2本ちょい、3本あるかな、ないかな、ぐらいですね。で、カットしました。キッチンペーパーを茎に巻き、袋に入れてお水を足します。ぐっと引っ張って、緩まないようにしておきます。テープも引っ張りながら巻いてピタッと止めておきます。セロファンよりもちょっとだけ上に当てます。上はキュッと、下は軽くフィットさせます。角をずらして2つに折ります。もう1枚も同様に折ります。花束をセンターに置き包みます。ひっくり返して同様に包みます。
リボンはグリーンのラフィアにしてみました。ペーパーやリボンでイメージが変わるのでお好みに仕上げてみてください。こんな感じで完成です。コロンとしたランナーが可愛らしい花束になりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。